悔い改めは祝福です。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイの福音書3章2節。イエス・キリストが女から生まれた者の中で彼より偉大な者はいないと言った人がいました。それがバプテスマのヨハネです。しかしその彼よりもキリストを信じる者の方が偉大であると言われたのです。ですからイエス・キリストを信じることはすごいことなのですね。バプテスマのヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていました。それはまさに預言者の姿でした。彼はユダヤの荒野で教えを述べてこう言います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めというと、日本人は暗いイメージを持っている人が多いと思います。でも聖書の語る悔い改めは希望に満ちています。悔い改めは救いに人を導きます。悔い改めは私たちに深い大きな喜びをもたらします。悔い改めは私たちの心と霊に十字架の愛と許しを教えてくれます。では悔い改めって何でしょうか。悔い改めというのは方向転換するということです。神様を信じないで神様に背を向けて歩いてきた人生から、イエス・キリストの十字架を信じて今までと向きを変えて神様の方に向いて、神様を信じ神様と共に歩む人生に方向転換することです。神様に背を向けて歩いているときは、私たちは罪の中を苦しみ痛みながら歩いていました。でも悔い改めて方向転換して神様の方に向いて歩き出すと、神様の愛と光の中を歩くことになります。もちろん相変わらず私たちの罪はあります。苦しみや痛みもあるでしょう。しかし十字架の許しを受けて神様の愛と光の中を歩むので、もう自分の罪の中をもがきながら歩く必要はなくなります。十字架から流れてくる神様の愛と光の中で圧倒的な勝利と解決を見るのです。永遠の天の御国から注がれてくる喜びと平安が訪れます。それが悔い改めの祝福です。十字架の許しの力です。このバプテスマのヨハネの荒野での叫びの声にあなたもぜひ応えてください。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。必ずあなたも神の愛を知り、祝福に満ちた人生を歩み始められます。あなたはイエス・キリストに愛されています。